今まで数多くの複合機を家庭やオフィスに提案してきましたが、その経験の中で疑問に思っていたことがありました。もしもう一度複合機を発明するとしたらどうなるだろう。もっと魅力的なコンセプトに生まれ変わるような気がしていたんです。そこで複合機を構成する要素を機能や技術、顧客価値などに分解してみました。そして常識の枠にとらわれず、もう一度積み上げ直してみることにしたんです。いくつもの調査からユーザーが最も必要としているのは奥行きがコンパクトな製品だということが分かってきました。もっと作業スペースを有効に活用したいと感じているんです。例えば仕事中の机の上はいろいろなものであふれています。モニターやキーボード、マウスやたくさんの書類など、余分なスペースなどもうほとんどありません。なのに誰もがプリンターやスキャナーが必要な時にすぐそばで使いたいと思うんです。どうすればスペースを節約できるか考え抜きました。そしてベストな答えにたどり着いたんです。これはユーザーが求める全ての機能を凝縮した究極のレイアウトだと思っています。奥行きがコンパクトなのに A4 用紙が150枚スタンバイされています。そして自動両面プリントも可能。基本操作は全てフロントからできて、直感的に使えるユーザーインターフェースも搭載されています。もう一つ特徴的な機能を加えました。この複合機は A3 サイズのプリントもできるんです。このコンセプトの実現はブラザーにとって大きなチャレンジでした。技術開発や設計作業はまるで難解なパズルを解くかのようで、革新的な技術を1ピース1ピース組み合わせることによって実現したんです。それがどうやって達成できたかご紹介します。